はい、皆さん、こんにちは。願い星の木場です。ということで、毎週火曜日と金曜日、動画投稿しております。対戦の他にもバラエティとか色々投稿してますので、ぜひチャンネル登録をして動画見ていただければなというふうに思います。ということで、今回は、業者から買ったまとめ量を開ける3回目です。あまりにも量が多すぎるためね、1回1回区切ってやっております。ということで、今回は3回目、こちらのまとめ入りブロック、開けたいと思います。はい。まあ、ちなみに、1回目、2回目でこのような感じになっておりまして、まあ、メインのカードはこんな感じになっておりまして、第1回目はね、レジェンドの上だけとか下だけが出て、ちょっと今、これ、捜索中です。下、上とかあるのかどうか。で、2回目ではなんと、エネが出てきたということで、ね、今回3回目、どんなカードと出会えるのか、楽しみですね。早速、プロモ。これは、コロコロ、プロモの、ゲノセクト。モンスターボールですね。トドゼルカ、ラフレシア、チョボマキ、タブラン。ブースター。これはあれですね。復讐ブースターですね。エブフン。おお、ごじゃぼ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 。これは電動民、あれですね。ご愛、愛用のボール。万能ボール。ハーデリア、ヨーテリー、ウィンディー、スピア、銀河、クルマユ、ヨテリー、クリームガン、シャワーズ、あ、ネオテニーのシャワーズだ。久々に見たな。モノズ、琥珀、ドレディア、ドーミラー、ウィンディー、コアルヒー、エアームド、スーパーボール、プラスパワー。この辺はビートベル。デンチラ、スーパーボール、プラズマエネルギー。シャバーズ。あ、これ弱まるですね。これ前回紹介した白空の激闘でね、描かれたやつと、こんな感じでついになってますね。よいしょ、アギルダ、あ、殴ってドローン。いいね。マシボン、マシボン、バチュール、トランセル、ムシャーナ、バルジーナ、デンチラ、あー、落ちちゃった。オーグル、ラッキー、マラカッチ、プテラ、ニョロゾ、フシレ、バニリッチ、カブルモ、ポッチャマ、なんだこのポッチャマ ?EBB か。なるほどね、EX バトルブースト、収録か。ってことは、ダイビングドローの進化元。うん、シビシラス、メラルバ70だ。うわ、67、エメラルバ欲しい。レスキュースカフ、おー、ツールスクラッパー。いいね、ツールスクラッパー。これ今でも使えます。不思議な雨。ガラガラ、シママ、草エネルギー、ハガネエル、クルミル、ジャノビ、ナゲキ、トドグラー、ガラガラ、チュリネ、トドグラー、バッドチームのジムとサブ、デスマス、ヤナッキー、バニリッチ、ヨマワル、ドフロン、ママンボウ、化石、お、来たね、闇闇、ジャックハントの闇闇ですね。これはエクストラで使えなくなっちゃったけど、まあ全然強いカードです。ナゲキ、ホエルコ、プラズマダンシャワーズ、バニリッチ、コダック、オタマロ、ワタッコ、大きなマント、ダルマッカ、姿勢深まる、スカンプ、メグロコ、シキジカ、コノハナ、ミジュマル、コアルヒ、ライボルト、ムーランド、カマゲロゲ、雷エネルギー、ケムッソ、チルット、トロゼルガ、ケムッソ、ママの気遣い、チラーミー、シキジカ、土に、カッカザンマグマック。これはマグマックの中では結構強い効果ですね。ジムの前に1回使えて、ジムの山札を上から1枚トラッシュ。トラッシュしたカードが、このエネルギーになったら、このポケモンにつけられるということね。ゾロは、カラナクシ、クルミル、ドッコラー、コロモリ、タマザラシ、不思議な雨、アチャモ、シュバルゴ、タネボウ、よいしょ。このエネルギー、あー、このヤブクロン、ちょうど欲しかったんだ。嬉しい。ラクライ、カラサリス、ナットレ、ヤミヤミ、ヤナッキー、ドガース、タマザラシ、ピッピー、ロギューズ、アラレ博士、ポケモンキャッチャー、イヒダルマ、モノズ、ブースター、深まる、メタング、リーフィア、プラズマダンモンスターボール、ブースター、スピア、パチリス、ムクバード、ベトベッター、マクノシタ、ミニリュウ、バニプッチ、ニドキング、コクーン、ニドラン、クチート、ベトベットン、リーフィア、ビリリ玉、なんか重なってる、アジヘッド、ハガネエネルギー、雷エネルギー、チェレン、スタージャ、ウルガモス、ハリテヤマ、ネタンク、ニドキング、キリキザン、ハリテヤマ、ニドラン、ダークトリニティ、コマッタナ、ベビリウナマ、ヒメグマ、炎、エルレイド、ジャノービー、イオール、ゾロワーク、プテラ、お、バシャーマですね。これキラーのバシャーマ。お、ビクティニ勝利の星のミラーだ。これちょっと嬉しい。これしかもプロモじゃない？プロモですね。これプロモの。ビクティニ。ニドクイーン。はいはい。ニドクイーン。豪華ザル。これエントリーパック。
バシャーマン。あ、これ前回出たレックーザと組み合わせて ADV 初期、結構猛威を振るったバシャレックが組めるかもしれない。ね、ダークライ、これはハイフプロマですね。エンペルと、あ、槍の柱、槍の柱じゃねえんだよ、これ。あの、波紋のうねりのあれです。あ、めっちゃ状態が、もうプレイドとどころじゃない、これ。お、トーガンのトリデプスですね。マンム、ネオラント。オクタン、わ、なんかこのオクタンいいな、ガロ。初めて見た。ちょっと嬉しい。あ、ジラチ、第3の目のジラチ。海洋が。この辺プロモですね、全部。フィチューも。ジバコイル、オクタン、エルキブル、グライドン、グライドン。あ、毒の風モロコン。あー、エネルギーパワーサーキュレートか、パワーサーキュレート。これあの、ブースター VMAX と組み合わせると電動では結構強いデッキが組めます。海流、ゴーカザル、エントリーパック。これもエントリーパック08。エントリーパック08。パルキア、これ、どっちだっけ？これ記憶にない。どっちだっけわかんない。海の王子マナー。これは、10周年、映画10周年の、プレミアムファイル。レディは、ミレカエ、デント、N。あ、この辺嬉しいですね。ウォールの、あのですね。これは、青が今集めてるらしいから、あげよう。よいしょ。まあ、僕は、あとこれは1枚で揃うんですよね。マネネ。お、研究の記録。いいね。この辺嬉しい。ジュッペッター、なんかロストのジュペッターってめっちゃ久々に見た気がするぞ、これ。ポチエーナ、ポアルン。天気やポアルン、かわいい。傷薬、バルチサイ、不思議な雨、ミドリーナ、ミドクイン、ミニリュウ、ラクーダ、ラクライ、バネブー、マダツボム、ハトウボ、ダイノーツ、ヤナッキー、ヤドキング、ヨーテリー、ツワンナ、ケンホロ、サボネア、コマタナ、ルンパッパー、チェイリーネ、ハイパーボール、ミネズミ、ガバイト、デスカー、サンドパン、ダークパッチ、ホエルコ、デンチュラ、スカンプ、ストライク、エアームド、チュリネ、ポッチャマ、バチュル、チェレン、ゼブライカ、バチュル、ナマケロ、ヤドン、モグリュー、ポケモンキャッチャー、ヤナップ、ジヘッド、ムックル、ビリリダマ、バイバニラ、スピアー、プラズマエネルギー、ダンバル、コクーン、ニドリーノ、ダークトリニティ、ボーマンダ、スーパーボール、チェレン、デスカです。はい、という感じでございます。もうちょっと行くか。今回はね。はい。もうちょっと開けましょう。ミニリュウ、ニョロトノ。あ、カエルの音。違うわ。大合唱か。コダック。ムーランド、ゴース。パパッコ。ガチレゼル。お、キングドレクストラだ。いいね。竜の遺伝子。うんうん。これあの強かったキューラの確かキングドラの、同系リメイクだった気がします。あんま詳しいことわかんない。08ドーダイドス、ウィンディ。いいな、なんかこのウィンディいいね。炎のベールのウィンディ。アクアダンのノクタス。あっちゃんも、これプロモです。プロモ？プロモ、もうプロモってか、デッキですね。抜けに、ドータクン銀河、ピクシー、エンフェルト、ジバコイル、アーマルドエクストラ、めっちゃ上がれてる。バトルシティ、バトルシティね。お、海流エクストラだ。めっちゃ久々に見たわ、海流エクストラ。待って待って、もう一枚あるじゃん、レックザ。ちょっと、あ、これは、ビビオ、折れ目入って、若干入って、折れてはいないんだけど、折れ目めっちゃ、わ、くしゃくしゃだな。ライチエクストラ。うわぁ、残念エクストラだ。ゴローニャ。これはね、なんかもうね、目に見える弱さなんですよ。エクストラでもさすがに作ってやれないだろうな。嘆き、マシボン。思い出の実だ。久々に見たね。技を思い出せるやつ。ムンナ、チェレン、ツンベア。なんかタックチーム見えるよ。タックチームみたいなやつない？白竜。ニロからそんな新しいカード。なんか3分のカードすれば見てないもんね、全然ね。わ、リフィオだ。リフィオ GX だ。嬉しい。青葉のいびき。これ嬉しいぞ。ザルゾブイ。これね、ガリガリプロモだったから俺がめっちゃ発狂してたんだけど。普通の方ですね。パック収録のザルード。アルセウス？アルセウスじゃねえ。なんだこれ、三振。アルセウスディアリカパルキアですね。これは、普通のパック収録。まだブラウル。わ、これめっちゃいいじゃん。嬉しい嬉しい。え、マジで？当たりじゃない？いいの？俺に三振くれて、エギアル、超エネルギー。バルチャイ。エネルギー転送ですね。MBW。イービー。ポケモン図鑑。キングドラ。ダークパッチ。ポポッコ。ガラガラ。あ、ベンバリ。ベンバリ何枚やっても足りないから、マジで BW 組んでる限り。ピカチュウ。ロブシン。お！海流グレートだ。グレートポケモンですね。はい。久々に見たね、海流グレート。あ、マジャンボレベレックス。この辺いいね。嬉しい嬉しい。あ、ドラピオンレベレックスだ。おい。で、マグマ団のボスコドラ。
ツボツボ、いいね、ツボツボ。ラムパルト、エンペルト、ヒードラン、ウカリオ、ナタネのロズレイドですね。ね、多分ね、ライチュー、ロゼリア、これ誰だっけ、キクの、キクコ。ね、なんだっけ、こいつ名前が出てこない。調べます。なんだっけ、こいつの名前。ヨノワール、クルセリア、ピピピのピーだ。これ嬉しい。ドライジャス、これは、あれですね、30枚デッキのバトルなんちゃら30みたいなやつの、やつ。僕持ってました、当時。なんかね、4つぐらい種類があるんですよね。ヒンリュー、ダーティング。お、ブロッキーだ。え、これあれだ、ADV だ。ADV ブロッキー、まあ、状態はあれですけど、これ連携にあげよう。よし。ケントロス。あ、待って、俺ケントロスすっごい柄すごくない？ちょ、見えるかな？これ、イラストレーター誰？書いてある。ここに書いてあるわ。福田正和さん。へぇ、すごいイラストだな、これ。ちょっと嬉しい。なんか、なかなかポケカで見ないタッチだよね。セレビ、ウィンディ、ネオラント、ルンパッパ、ジュゴン、ミズコロ。化石アーマルド。これは、なんか当時結構強かったやつだったはず。竜の風のボーマンダですね。これも、総空の激突に入ってたやつ。マニューラ銀河。これ嬉しい。僕が使ってました、当時。ライチュー、サマヨール、アスロースタートレジギアス、久々に見た。フライゴンは、なんかこの辺あれですね。総空ですね。ホーク、ブーバーン、マグマ団のサイドン、ルカリオ、レジギアス、カメックス、ナタネのロズレイド、マルマイン、アクセルグローレックーザ。なんか結構懐かしいカードが出てきて僕は嬉しい。あれだ、ハードゴールドソウルシルバーの、プロモ。日の嵐、めっちゃ状態いい、しかも。なんだこれ。こんなのあるってぐらい状態がいいよ。待って、来た、ルギアレジェンドの下だ。来ました、ついに。状態いい、結構いい。まあまあいい。これでついに、レギュアレジェンドが完成しました。うわ、嬉しい。柄かっこいいんだよな、これ。はい、こんな感じです。今ね、V ユニオンつって、4枚合体するカードありますけど、まあ、それの元祖とも言える合体カード、2枚合体のカードです。あ、かっこいい。イラストかっこいいな、マジで。いや、2枚揃うとやっぱ圧巻だね。いや、頼むから他のやつもちょっと出てこないかな。トーガンのトリデプス。あ、これ、フローゼリージムリーダー使う。ムーンマージムリーダー。ジムリーダーシリーズいいな。この辺ちょっと集めようかな。あ、俺の一番好きな、キャラクターね。スズナちゃんです。雪見の子ジムリーダー。ダークライ。これはプロモです。ハイプロモ。ジェボコイル。アルセウス。あ、ジンライライコいいね。レジギガス。メンガヤンマ。トゲキッス。ガーメイル。お、波動のルカリオだ。もう久々に見たな。ブラッキー。これレジェンドのブラッキーですね。レックーザチャンピオン。チャンピオンレックーザ使ってないんだけどな。サマヨール、ヨノワール。で、ライボルト。あ、またピピピのピー出てきた。あ、これも確かプロモですね。これも、ラティオス、ラティアス、プロモです。これもいいの？もうちょっとコレクションしよう。コレクションがめっちゃはかどる。アーゴヨン。こいつはって、レシラム、アルセウス。ちょっともう後で仕分けしよう。カイリュー。あ、ササンドラ出てきた。あ、これ嬉しい。ダークファングの、プラズマダン、サザンドラですね。嬉しいです。ワルビアルもめっちゃこれできてる。チラーミー、ギガイアス、カラカラ、ココドラ、穴抜けの紐だ。いいな、穴抜けの紐。ヒュー、クルミル、ラシモン、ドッコラー、ワタッコ、ダイノーツ、鋼エネルギー。入れ替え出ましたね。イテボース、ワルビル、ラクライ、シンボラ、エモンガ、ルナトーン、ロゼリア、イルミーゼ、カブルモ、アクエネルギー。なんかすっげえくっついてる。これ異常にくっついてる。クマシュン、ヤナップ、ランプラー、カラセリス、ユニラン、ムクバード、バニプチ、シャワーズ、バニリッチ、リーフィア、ミルタンク、メタング、ミルタンク、ワシボン、ダルマッカ、サンダース、ヤミラミ、レインボーエネルギー、これもいいですね。ハイパーボール、バスーラオ、コロー、ココロモリ、コロモリ、チェレン、バチュル、チェレン、ポケモンキャッチャー、イーブイ、これエオ先生のイラスト。バチル、スーパーボール、時空の歪み、ホワイトキュレム、ビクティニ EX、ドリューズ EX、ランクルス、この辺はなんか BW の結構強かったカードだ。バフロンとか。グライオン、進化の奇跡、うわーなんか汚れてる。残念。プラズマダンキュレム、これも強い。アルセウス、
ニドキング、シャンデラ、あ、ドンファンだ、ドンファングレード、これも結構強かったです、当時。バッフロン、ランドロス、カイリキー、クリムガン、あ、ケルティオだ、この笛。あ、チコリートも来た。これさ、なんかさ、このプロもさ、全部さ、状態いいんだけど、すっげえ、ミリープ。めちゃめちゃ状態いい、なんだ。あー、来た来た、キューコンとかチルタリスト、これちょっと嬉しいですね。ダイビングのローエンペルと、ウッパー、シギッパーな。あ、めっちゃかっこいい、ラテオスデルタ氏だ。うわー、かっこよ、ね、この光り方めっちゃかっこいい、なにこれ。しかも、状態がいい。うわー、嬉しい、これ取っとこう。ラテオスデルタ氏、うわー、もう一枚来た。うわ、デルタ氏いいな、やっぱ。デルタ氏俺めっちゃ好きなんだよね。ギャラドスデルタ氏、うわー、嬉しい。フレシアデルタ氏、待って待って、ルギア。もう一枚出てきた。おい、下欲しいなとか言ってた。2枚出てきたとした。はい。これもうワンセット出てくるかもしれない、ルギア。爆風デルタッシュ。デオクシスデルタッシュ。モンスターデルタッシュ。あ、サーナイトサーナイトエクストラデルタッシュだ。これめちゃめちゃね、強いんですよ。あ、ピカチュウムービーレベル X なんだけど。めっちゃ嬉しい。わ状態もそんなに悪くない。いいね。レジギガス。レベル X。カバルノレベル、カバルノレベル X ね、結構面白いこと書いてある。ユクシーレベル X、この辺も結構使うね。バイバニラ、ズルズキン、エンブオー、キングドラ。あ、これもプラズマ探検のセクトのプロモ。ウルガモス、サンダー、アルセウス、レシラム、ラティオス、ティッキング、ゼニガメ。うわ、めっちゃ強かったな、今回も。ということで、今回はですね、まあ、なんと言ってもまずルギアレジェンドがね、上下揃うっていうこの、嬉しみ、喜びと、あとプロモ系がね、これめちゃめちゃ状態のいい、この4枚ですね、めちゃめちゃ状態のいいプロモが出てきました。はい。あと最後の方に出てきたデルタ氏祭りが、とても僕的には魅力的でしたね、この辺は。すごかったです。はい。ということで、また次回もね、続きまだ開けたいと思います。あと半分ぐらいあります。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。